はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちです。にきです。よしです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、次回じゃない。次回。もうエンディング。早っ。本編3秒ぐらいしかなかった。いや、前回ですね。はい。村見つけたんですけど、なんもなくって。はいはい。したらなんかカボチャがあって、そうだね、まさか、はい、取れたか的にはすごいよかった、すごい助かったんですけど、助かったよね。これでもいつでもまもるくん出せるんですけど、そうだね、まもるくん出してもなんていうんですかね、名前がつけれないとそれはまもるくんではない。確かにそうや。なので鉄をちょっと集めて、まずカナダ語。あ、そっか。その次に名札っていう。名札があっても名前がカナダ語がないと。そうなんです。名前が付けれないから。次やってれば多分名札ぐらいちょっともらえると思うんですけど。はいはいはい。頑張れば。ね。まあその前に鉄がないんで。そうだね。ちょっと頑張って鉄集め今日は。了解です。していきましょう。おい。初期の頃からブランチマイニングをしちゃうと、フロンティアスピリッツが養われない。そうやね、掘ればいいや的なことになってしまうもんね。それはよくない。教育上よくない。自然主義でやってますからね。やらせじゃないですか、もうだってやらせ。ブランチマイニングはやらせダメ絶対。なるほど。え、嘘。え、何ゴー言ってる。またなんか邪魔。何あ、ほんとや。村がある。あ、ほんとや。ほんで、かぼちゃもめっちゃあるやん。めっちゃある。わっ、今の音何やったやろ。あ、っていうかさ、村のさ、鍛冶屋ならさ、かなどこあったりしへんっけ。かなどこはない。鉄あるか。鉄あるかもしれない。かまどがあるんだ。かまどがあるだけか。これいただいとこ。めっちゃあるやん。めっちゃかぼちゃあるし、村もこれ3つ目っすね。めちゃめちゃハイスピードやね。ハイペースで村見つけちゃってるね。これ早いっすね。これ話変わってくんな。これあった。何がこれ。そうなんじゃないの。あ、違うか。あ、違うな。あ、繋がってるイメージと違った。アジアじゃない。アジアさんじゃない。あ、いた。なんかあれリズム違うけど。あ、アジアさんじゃない。でっかちゃんみたいな。そう取れなかった。そうな取れなかった。あ、アジアさんじゃない。あ、アジアさんじゃない。やっぱでっかちゃんみたいなリズムや。あ、でもこれいいや。本棚いいですね。ね。あ、そうか、さっきのも本棚パックって本があるかな。本になるもんね。そうですね。あれ本にあるよ。本の紙。あ、あそこあれか。アニキーズの誕生日会したとこだ。ああ、ほんとだ。あ、そうか、あそこケーキあるで。皿ごしらえできる。ただで回復できますよね。あ、それはいいわ。嬉しい。これは嬉しい。作っておくもんやね。そうですね。皆さん僕が作ったんです。作っておくもんや本当に。何本にしたことない。あ、めっちゃ倒れてきた。あ、石あった。あ、ちょっと。これ切ってるのか。大丈夫です。切っちゃってます。食べるためのもんですからね。そうやね。あ、なんか鉄あるやん。あ、あるっすね。鉄こっちゃってください。その鉄。あ、しかも結構広いね。いいやん。あ、危ないよ上。はい。あ、一緒それ。ちょっと待って。はい。あぶね。あ、鉄ある。回復しよう。よいしょ。あ、でもここで、あ、上か。上いけるのか。はい。ちょっとこの辺で、タイマスの材料をちょっと。おい。何これ。下。あ、水がある。水が流れてる。下。なんだ。あ、あ、そしてマグマ。あ、はいよ。怖い。怖い。うそー！あっ、ちょっと危ねえ。頭に刺さってる、小道。さっきもらったやつですね。うわ、水なかったら死んでましたね。マジか。水の中でなんとかやり過ごした。ナイスナイス回避。すごい生存本能が操作さ。そうですね。あ、これもだいぶでも広いな。ねえ。あ、なんか上にいるよ、まだ。小道、水の中。え、向こう側。あ、イカか。はい。あ、これじゃ外に出れるんだ。ここから。面白い。こっちか、俺さん。あ、本当？はい。もうなんか石炭的なものを取ってから。やだだだ。危ない。あ、今ちょっといっぱい。爆発するから、いっそのこと爆発してそっちで。生殺しみたいになってる。ちょ。危ねえ。やばいやばい、死ぬ。あ、これでもこれな。やばい。ちょっとなんか。あ、おー、びっくりしたー。めっちゃモンスターが流れてる。あ、そうなんだ。めっちゃ楽しいよね。ほら、よっしゃ。ナイス。ほら。あ、来るクリバー。ほら。あぶねえ。ナイス。あったか。分からせタイム。いけ、何？あれ、まだ先ある？これ、あ、先ありますね。ねえ。わ、こっちもあるし。こっちクリッパーいる。危ない。一旦爆発させる。ああ、逆にね。はい。掘れるもんね、その分。あ、落ちてしまったぜ。お？食べて。あれ、だいぶ下まで。本当だね。うわ、すげえ。大冒険の予感が。これ大冒険だね。あ、本当。早かった。一瞬なんか他の道も結構。え、でも、うん、他の道もあるし。別ルートいっぱいある。まだ。なんかもうちょっとね。先が見えたらね。3件全編5分にかけました。今何個ある鉄は9個、俺7個。あ、なんか全然ですね。まだしばらくこの動物にお世話になる感じが。そうだね。でも繋がっちゃった。繋がった。あら、これ超レアですよ。何これ、骨じゃない？これってこれ骨です。骨ってどういうこと？骨ブロックです。骨ブロック。化石ってこと？すげえ。何それ。これ見たことないですよ、僕。俺初めて見た。やべえ。これ僕も初めて見ました。え、化石なのこれ？これ天然ですよ、天然。天然物。はい、というわけで、化石発見。すごいね。これやばいっすよ。これやべえ。タイトルやばいっしょ。初めて見た。俺も初めて見た。え、これね、崩したら骨がぶわって生まれるの。その辺もまあちょっと次回ちょっと。そうですね。お急ぎださんですよ。ねえ。めっちゃテンション上がってます。はい。ぜひチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。